結構危ないよ。ドルさんいるよ。これこれ。やばいですよ。やばいですよ。やばい。やばいですよ。これどう見ても。だってこれちなみに多分本当もともとここだったんじゃない？下がってない？下がってるね。下がってるよね。もう直す気全くないよないよね。あれ開けてるって言ってなんでだろう。あれ鏡ある。えあそうじゃないか。ライトなんかうまくいかねえな広角レンズ。乱反射しちゃうねんな。レンズが壊れちゃったかなこれ。あ固まった。急に固まった。いきなり霊障。いきなり霊障起きた。マジか。結構オーバーヒートしてんだよこれ。ライト消しちゃうともう分かんねえもんな。振り幅が広角レンズつけるとあれかなと思ったんだけど、案外範囲が狭くなっちゃうな。ライトの見えてる部分が。これいらねえか広角レンズ。見づらいこれつけると。いや逆になってねえんだけど、なんかねぼやけんだよね広角レンズつけても。これドルさんにもらったんだけど、スマホ用の。いらねえか。ねえ方がいいやぼやけちゃうだだっぴらか入れらねえなこれいらんすんませんした。あいけるようになってる。もともとスマホは広角レンズだからね。これちょっとバケットドルさん危ねえ。あれドルさんであんな体重ミシ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 ってなった。いやもうあれ頭危ないと思うよ。うん、だってマイクも渡れたんだよ俺一番初めに。あこれですか。うん、あ木道なってる。多分だ雪とか出たもん、ね、あーダメでしょうね。新しいじゃんこれ。うん。うわうわうわ。手抜き工事。手抜き工事ですか。完全に。手抜きだね。うん。あいつ何ですか。すげえな。はい。荒れ果てちゃってんなこれ。昔渡れちゃうんだもん。全然。これがおばあちゃんが溺れて死んだという。溺れちゃった話なんですか。ちょっと悲しい。ローマの手がこう出てくるとかね。ああ。池の底から。ここなんですね。ここね あそこなんだね。なんか手抜きだよ。これが取水ポンプのあれかな。うん。あれそうね。それがまあ稲川さんの話なんでね。でここに野鳥のなんとかってあるの、うんうん、その辺でいつもなんか声が聞こえたり入ってる。この辺で現象が起きやすいか。あのちょうどあるじゃん、そこ出てくるじゃん、うん、あの辺りぐらいが一番声が声した。はい、ジュリアさんこんばんはね、いらっしゃい。うわ、こんな感じ、うん、不気味ですね。そう、鳥鳥いないよ。ここは稲川淳二シリーズの池ですよ。ここは恐怖の現場の鈴蘭池っていう、うん、有名なところだね。恐怖の現場のね。本ちゃんさん、鈴蘭池だもん。はい、じゃああのね、お二人さん、ここで検証しましょうか。はい、じゃあ皆さん、ここは堀さんとミニコースさんで。やらすんですか。で、僕なんかこれ待機して。なんかあったらすぐ来るから、行くから。
ドルさんが稲川淳二役ですか。完全パクリやん。パクリやん。あ、草買ってみたんだね。前の草もすごかった。ボーボーでした。あ、雪降ったんだやっぱりちょっと。なんかまだ残ってるんだ。ちょうどあそこに木あるじゃん、ほら。ああ。あの辺からいつも声が聞こえてる。あの辺ですか。うん。で、なんか、いや、鳥の火があるんだよね、慰霊碑みたいなのが。あ、そうなんですか。うん、あ、ほんとだ。あるでしょ。うん。なんかあるでしょ。慰霊碑がある。そう、あれがなんか悪さしてんのかな。慰霊碑ですね。はい、神様はコツですね、いらっしゃいと思うね。多分思うんですけど、供養塔って書いてあるんだ。供養碑って書いてある、鳥の、うん、でも鳥の供養だからおばあちゃんの供養じゃないからな。え、映像が荒れてる。嘘。そうだって、アンテナ4本あるぜ。うん、ちょっと待ってね、うん、一回こうやってインカメにして、はい、んね、そういう時はインカメにしてこうやってもしかしたら戻るかな。そうなんじゃないかな。多分稲川さんがやってるところ多分見てないからわかんないんだけど、俺あんまり忘れちゃったんだけど、その小屋でやってたんじゃない多分。で、このね、橋の下から手が出てくる。若干混ざってる。え、どういうことだ。いきにあれかな、光源が足んねえかな。おかしいな。ダメ。だってアンテナ4本あんだけどね。全部ダメ。多分違うじゃないの。みんながみんなじゃないんでしょ、多分。みんながみんなだとそうだけど。あれじゃない、480に落ちちゃってる人とかいたら、もし1080に上げた方が、うん、あ、1080じゃねえ、720か、うん。ハイビジョンに。いった。もしかしたら、うん、さっきの バグでなんかあの落ちた、落ちたじゃん。うん、で、あれなんだよ。配信のあの、選べんじゃん、あの、うん、動画のあの画質、うん。あれがなんか自動に落ちちゃう時あって。あ、そうなんだ。うん。動画見て、多分、ね、多分ここ空気違うじゃん。これなんかあったかな。ここじゃない、実はこっちだよ。こっち、ほら、なんかいきなりほら空気がちょっと弾むなくなって。あ、そうだね。こっからだから手が入ってくる。なんだろう、怖いかも。私にはちょっとどうしてだろう、この現象がちょっと理解できない。モザモザしちゃうの。別に森に囲まれてもいないし、あそこに住宅もあるし、なんだろう、あの方が。聖国祭やばい、突然レーダーが反応した。いや、ここでね、毎回撮れるのよ、いつも。あ、本当ですか。そこで声が入ってる、この辺り。すごい宣告臭いんだけど。これか、この供養。あ、匂った。匂ってますよね。ちょっとだ、やばかった、今。強いな。まだバケタンは反応してないけど、強かったな。しかも、さんこれ、ね、うん、土葬の儀式やるときに似てるんですよ。あ、本当ですか。これ長寿供養品とこ。そうそう、こういうことやって、あの竹なんだけど、土葬は、こういうふうに取り付くんだ。あー、そうなんですか。そう。で、これも土葬なのかな。いや、これか、違うか。まあ、そんな、なんか似てるんじゃないかな。うん。誰かいます。はい、神様、ごぼうね、いらっしゃい。やばかった、今。急に咳が出てきた。なんか線香臭いなと思った瞬間に、あの武田、俺もね、マスクしてても匂った。匂ったですよね、うん、武田神社の時と同じパターン。そうそう、匂ってきて咳が出るっていうパターンで、すごいやばった今。でもここだよね、なんかあれ守ってくれてるご先祖様が、うん、なんかある。触んない、そういうの。そういうことは俺ないで、触ることはない。あ、まだ線香臭いな。だってこれ完全に儀式だよ。これそうですね、完全に儀式だよね。うわ、手作りの儀式だよね、俺ね。その時もこうやって竹でね、うん、あの鳥居作るの。ああ。で、死者を送るんだって。なるほど。ね、完全に儀式だよね、これね。こんな少ないよ、普通。普通の供養品。で、しかもこれだけいつも綺麗なの。まだな。いつも綺麗なの、これ。なんかあるんだよ。多分この辺の人は知ってんだけど言えないんだよね。そうですね、うん、
すっげえ宣告性も。でもバケタンが反応しねえんだよな今日。バケタンが多分ね、多分ダメなのかな。基本的に磁場の乱れとかそういうやつね、拾えるレートで拾えねえレーあんのかなこれ。かもしんないね。まあ、一応ちょっと GoPro でも撮る。でもなんかすっげえ宣告臭いんだけど。うん、まあ、わかんない。急に来るかもしんないし。どうだろう。継続サーチのその範囲がわかんないから。近づいたらどうなるかわかんないかな。これ見たらもっと。これ古いよ。結構。ほら、絶対儀式だよ。まあそういう鳥を供養する儀式だから、儀式やってんね、あれなんですかね、うん、誰かいます、いませんか、うん、バケタン人だけじゃないと思うけどね。だってバトカンノンの前とかでもよく反応したりとか、うん、なんだろう ね、 だね。これはなんか今日とりあえず赤になんねんだよな、まあ、わかんないけど今継続サーチがさ、多分やばいでしょうね。なんかあるんだ。あ、匂いが。おお。ん？毒だ。柔らかい。毒そう？かもしれない。これ柔らかい、すごい柔らかかった。今だって吸い込まれたもん足が。本当？どこだ？今どこ？どこ？ほらほら。じゃあ埋められてんのかね。あー、ここここここ柔らかい柔らかい。鳥動物とかの死骸を埋められてる、これ。埋められてんのかねこれ。これ埋められてる。あ、でも柔らかいもん、場所によって。こんな、そういうところに老婆が溺れて死んだってなんかやばくねえですか。やばいと思う。なんで溺れちゃったのかなって、まず不思議だよね。やばい、木に何があったのかな。まあ、多分鳥が亡くなってたのかもしれないんだけど。それでもほら、うん、記念って書いてあるね。でもそういうこと、こういうことやらないんだよね。これはあってもこんなことやらないよね、初めて見たもんね。儀式したからかな、うん、儀式は結界で封じ込めてる。封じ込めてるこれ絶対。で多分いろいろの噂があったからやってるのかもしれないけどね。まあ、うん、なるほどね。こういうあれ、なんか言った？ん？なんか言った？なんて？今顔認識出た、結構顔認識出た？ビデオカメラ顔認識出たんです、うん、え？え？ガサガサって言った？クマいんのか？クマは多分いない、いないような感じがするけどね。首つってるこれ。ん？首つってるこれ、この天気。まさか釣れるよ。まあ、釣れるけど、うん、釣ってないよね。漁協がこれ、おばあちゃんの家になんか漁協の人が入ってんだよな。前声入ったのおばさんじゃないんで、おばあちゃんじゃなかったんだよな。若い声なんだよな。にゃーみたいな声かん。いや、なんか喋ってる。喋ってるんですか、うん、まあ、30代ぐらいはわかんないけど、これ多分近くに霊いたんじゃないかな、うん、でもバケタン反応しないんだよな今日。そうそう、ガサガサ今したんですよ。おばあちゃんの娘、ちょっと俺のガサガサ音と混同しちゃうんで、こうちょっと止まってみます。いやドルさんの足音じゃないんですよ、もっとこういう感じ、ガサガサって、ね、こんなんじゃねえんだよな。この供養塔の辺ぐらいがよくいつも入る。赤来ねえかな、うん、赤来てほしいな。赤さんいらっしゃいと、こんばんはとかね。赤が来てくれないと。今日の現場、稲川さんの今日の現場に来ても今2件目ですね。いや、この池にこれがあるのは知らなかった俺。いや、あったんだな。でいつも、うん、この辺でね、声が入る。この辺いるんじゃないですか。さっきだってガサガサドルさんの後ろあたりいたっすよ、なんか。そうこの辺、この辺なんだ、この辺なんかいるんじゃないかな。あそこ見て、あそこだ、難しいぞ、うん、ちょっとやべえんじゃないですか、ここ、うん、排水溝のあたりもなんか嫌だった。ほんとつるさん、
やっぱ鶴さんがなんか感じ取ってきたな。やばいじゃん。はい、アリスこんばんはね。いらっしゃい、いいですよね。なんか稲川淳二がなんか行くようなとこってなんか大抵やばいとこが。やばいとこ多いね。やばいとこ行かないと階段できないからな。ここね、です長野県来たんですよ、ここ。戻ってきたね。はい、こんばんは、アリさんね。どうでしょうか。ミスさんに、ぜひもあの土葬に行ってもらいたいです。いや、それはもういつか行きますよ、もちろん。ね、あ、ソースさんも行ってもらいたい。あのね、土葬を見たら多分ね、驚いちゃう。あれ？ん？どうしました？なんか今、落としたの。土葬の。やっぱ聞こえました、なんか。ここ行きましたよね。うん。なんか聞こえました、ドルさん。ここドスンって。ドスンって、うん、俺さっきだガサガサ落としたんですよ。動物かなと思ったんだけど。いや、いないよね。ここだ。前もね、この辺でね、声が入ってたの。うん。落とした。いったね。ここはね、そう、奈良県に呼びすぎる土葬があるんですよ。やべ。ん？見えてない。土葬の人にね、行った時に。でも、まあ、線香臭いのがちょっと抜けたかなっていう感じなんだけど。やべえな、最近波長が合いやすいな。俺なんか最近ちょっと霊感上がってんのかな。確実に上がってる可能性が高いな。しかも、うん、この木はなんか真っ黒じゃないですか。これ？これ、この木。これ赤いでしょ？赤い。なんかおかしいよね。血を吸ってるんじゃないですか。血吸ってんの？血吸いの木ですよ。何これ？で、そこにほら、黒っぽい木が。おお、あれ隣ですね。うん、はい。これ乙女の祈り。そっちに繋げてきますか。おお、乙女の祈り。やばいですよ、もうそれ。こういう感じなんですか。こういう感じ。こういう感じで、もうほら、みんなタバコとかやるから真っ黒。ああ、うん。これ赤くない？これ赤いですね。こんな木あんの？まあ、種類によっては。多分。うん。不気味だよ。まあ、俺以上であんまり植物のか分かんないやつ。切られてる。でも切られてるんだけど。赤いよね。さっきでも、ね、あの、総帥さんが、ライターの時に反射したじゃん。ミラーなんかねえんだよ。ないよね。ないですね。何さっきのライターの時に。じゃあ、あれですよ。どこ？誰がいたんだろうかな。ないよね。誰かいたん。あ、また宣告せ。まあ宣告。え？いた今。こいた。この辺で。うわあ。いてないの？ちょっと待って。さっき光った反射のミラーないよ。またなんかガサって聞こえたんだけど。歩く音が。え、これが光ったの？まさか。だってさっきミラーだよね。なんか眩しいと思って誰かいんのとか言ったの。そうだ、あ、そっちがないとだと思ったら、え、このとこミラーあったっけなって。ないですね、ないです、ないです。じゃあ何だろう？いや、だからオーブですね、そ、見えちゃった。いやいや、あのライトだよ。ライトの明かりが見えたのよ。ライトの明かりみたいに走ってるオーブですよ。そ、見えちゃったの。見えかないよ。あれ、どうした？やばい、ここ。なんか声入ってますよ。なんか。ちょっと止めたけどね。水場は集まってくるからね。また違う浮遊霊とかも出ました。あそこに鳥層があるから、うん、かなり立地的にちょっと、ね、ただバケタンがね、うん、反応しないんです。磁場が乱れてるはずなんだけど、うん、でも分かんないんだよな、うん、どうなるか。さっきでもあれでしょ、鶴さん光ってたよね。反射してたよね。反射するとこないんだよね。ドルさんの、あの、うん、守護霊が強すぎてバケタンが赤くなんないのか。マジ？今継続サーチずーっとやってんだけどさ。で、なんでこれちょっとだけなんか血の色みたいな来たの？え、こんな前、こんな色になかったけどね。はい、お疲れ様です、どうも。もう超えたな？お疲れでござる。たまに線香の匂いがさ、なんかすっげーしてくるのがなんか気になってしょうがない。なんとなくちょっとマスクするからわかんないけど、鼻がね、うん、なんとなくわかんないけど。そう、俺のレーダーは咳と線香の匂いが
大体セットで来るのかなって、やばい時。なんかそれが非常になんか一つのなんか目安なのかなって最近思ってきたよ。武田神社思い出すわ。なんか何も反射するもんなんかないんですけどね。何も反射するもんないし、池の方はなんか結構神経をこう目つぶって研ぎ澄ますとなんか聞こえてくるかもしれないね、これ。でも本当すごい荒れ張って出るよね。やばいね。昔行った時はすごい綺麗だったんだよ、一番初めの頃は。あの草買ったのかな、少し。前回よりか買ってると思う。前回は草、もう土砂崩れが怖かったもん。まあ一応手入れはしてんじゃないかな、普通は。うん。本当見ながらもう何だ、ミラなんかどこにもないっすよ。さっき、ホースのライトが反射してたんで、どこだったの？どこにもない。俺が不死身な人？そう？俺が不死身な、俺不死身じゃないかな。俺はあれだよ、普通に死ぬよ。死にかけちゃう時あるよ、たまに飲みすぎて。あ、すげえ歩きやすくなってる。ここになんかあの奥は何もないの。奥はこれぐるっと回るだけでしょ、これ一周で回るだけだから。やっぱりでもそう考えるとそこですね、匂わないもん、こっち。そこだけど、やっぱこっちに向かうにつれてあのなんかこう線香の匂いがしてくる。そういますね、線香の匂い強くなってる。やっぱり向こう行くと線香の匂いがなくなってきて、でそっちに行くとなんか線香の匂いが強くなってくっていう感じだね、やっぱ。わー、また線香臭くなってきた。うわ、何これ、なんでこんな線香の匂いするの、これ。もうちょっと線香の匂いちょっと臭いですね、これ。こっちの方、そうそう、林の方っていうか、まあ鳥のさ供養碑がある方がなんかやっぱこの辺りがもう線香臭いですね。線香の匂い、もやってはいないけどね、全然霧みたいな発生してないですね。いや本当に線香の匂いするんだもん、マジで。さっきのあの橋脚んとこもさ線香の匂いしたし、なんか今日2軒ともとりあえず今んとこ線香の匂いがして、分かんない、なんで線香の匂いするか分かんないけど、なんかそういうなんか霊がとどまってるとこって匂いが変わるっていうのはなんか聞いたことあるんですけど。武田神社の時はマジで本当にやばかったっす。あのドルさんと行った時、武田神社行ってさ、もう焦げ臭い匂いがもうしてきたと思った瞬間に咳がゴーゴーゴーって出て、もうダメだった。もうあそこいられなかった。普通になんかもう橋あったじゃないですか、あそこから焦げ臭い匂いがブワーって立ち込めて、まあまだここは耐えれる匂いですね、まだ匂い的には。
思議だここ。でもこれがひどくなると多分線香の匂いが吐き気に変わってくるんだと思う。それがなんか一番やばいかな。うえってなんか。まだそれはないんだよな、俺吐き気とかそういう咳が出るぐらいで。なんでこんなとこで、これおばあちゃん溺れたってことは入水自殺なのかな、これ。結構変わるね。もう線香くせえなって思うとなんかもう一瞬だもん。武田神社の時はもう一瞬で、その時そんな匂いしてなかったのに、いきなり焦げ臭い匂いがして、もう線香っていうかもう焦げたような匂いがして、で一瞬でもう咳が止まんなくなって、ごほごごほご、まあそれがやばかったかな。でもここはまだ線香臭い匂いのみで、さっきのとこも含めて。この辺か、でもこっち離れるとあれだな。あ、次は頭が痛くなってきた。ここだけすげえ綺麗だ、武田神社。うん、声入ってた。まだ動画出た、見てみるけどなんか頭痛くなってきた、マジで。またあの時の頭痛みたいな感じの。不思議なとこですね、ここは。なんか